現在海上自衛隊が保有する中で一番最速の艦艇をご存知でしょうか。それがはやぶさ型ミサイル艇です。その速さは44ノット時速80キロ以上にもなります。なぜこんなにも速いのか、ミサイル艇の役割や日本特有の事情に合わせて進化したはやぶさ型ミサイル艇について詳しく見ていきます。そもそもミサイル艇とは、領海付近など比較的近海の敵艦船に対し素早く一方的にミサイル攻撃し、反撃される前にすぐさま離脱するという一撃離脱戦法をコンセプトにした戦闘艦です。そのため普通の戦闘艦と違い、俊敏性など高い機動力を求められる艦艇です。はやぶさ型はその機動力確保のため、一般的な船舶のスクリュープロペラ推進ではなく、水圧による推進のウォータージェット推進3機で、速力44ノット時速80キロ以上の速力を実現しました。一般的な護衛艦の速度が平均30ノットなので、これがいかに突出した性能かわかると思います。荒れた海で高速航行は特に揺れがひどいため、座席はスポーツカー用座席で有名なレカロ社製で、5点式シートベルトも備えている海上自衛隊の中でも少し変わった艦艇になっています。機動力重視のため、船体は非常にコンパクトにまとめられており、全長約50メートル、排水量200トンという小さな船体に、ミサイル艇という名の通り完備に攻撃用対艦ミサイル4発や、逆に敵ミサイルから狙われた時の撹乱用の6連装デコイ発射機も装備。船首には一般の大型護衛艦にも搭載される強力な速射砲が装備されています。レーダーに映りづらい角張ったステルス形状のこの速射砲は、海上自衛隊でははやぶさ型で初めて採用されました。他にも環境部やウォータージェットノズルの防護材、露出した電子線部品や手すりに至るまで、あらゆる細部にステルス性を持たせるほど見つかりづらさにこだわりを見せています。このように高い機動力と戦闘能力から、海の猟犬や海のスクランブルなど数々の異名を持っています。2002年から配備が始まったはやぶさ型ですが、建造は6隻のみで、現在は全国3つの拠点に2隻ずつ配備されており、領海侵犯など監視任務に日々当たっています。乗組員は艇長以下21名とコンピューター制御で省人力化に成功しているものの、それでもはやぶさ型では乗員1人が 2,3 人分の能力を求められるといいます。その背景からか、配属される乗組員は他から集められたその持ち場のベテランが多く、結果的にミサイル艇には優秀な人材ばかりが集まるという特別感あふれる艦艇でもあります。船内もスリムな作りになっており、たった50メートル程度の船内に6畳間ほどの戦闘指揮所、いわゆる CIC を配置し、航海環境や機関室、機関操縦室、キッチン、食堂兼待機室など、他の護衛艦同様最低限の設備が備わっているのは圧巻です。乗員の船室に至っては、3段ベッド式という潜水艦でしか見かけないようなスペース作りもはやぶさ型の一つの特徴となっています。またミサイル艇の性格上、数日間の長期航海はほぼしないので、キッチンの調理器具は簡単な IH 調理器と電子レンジです。そのため航海中の食事は冷凍弁当やレトルト食品などがメインとなっているため、他の艦艇と違って調理担当の乗組員は存在しません。世界各国にはさまざまなミサイル艇がありますが、日本のはやぶさ型は他国には見られない独特の装備があります。それが近接戦闘を想定した装備です。機関銃が装備できる銃架や防弾仕様の艦橋、
さらには特殊部隊を乗せて敵艦船に乗り込むための小型艇まで乗せています。遠距離からのミサイル攻撃が利点のミサイル艇に、本来このような近接戦闘は必要とせず、逆に重量を重くして機動性を落とすリスクがあります。しかしハヤブサ型はそれでもあえて装備しています。なぜこのような必要があるのでしょうか。それにはある大きな事件が影響していました。それがいわゆる能登半島沖不審船事件です。まだハヤブサ型を計画中だった1999年3月、領海侵犯をしていた北朝鮮の不審船2隻が発見され、逃げる不審船に対し海上保安庁が威嚇射撃を実施したほか、海上自衛隊も創設以来初となる海上警備行動を発令し、海上自衛隊としては初めて他国艦船に実弾威嚇射撃や威嚇爆撃を行った、自衛隊史上歴史的大事件のことです。結局不審船は2隻とも取り逃がしたものの、事件後の影響は大きく、海自海保全ての装備見直し、組織体系見直し、法改正、政治家の国防意識に至るまで、あらゆるものに影響を与えた大事件でした。当然当時計画段階だったハヤブサ型も見直され、船首に搭載予定だった護身用程度の 20mm 多重心機銃は、より高火力と長射程の 76mm 単装速射砲へ。速力も40ノットの計画から不審船を先回りできるよう式を追加して44ノットに変更。その影響で船体自体も大きく設計変更されました。この事件をきっかけに創設された海の特殊部隊、特別警備隊を乗船させることも考慮され、特別警備隊が不審船に臨検、つまり乗り込むための小型艇 6.3 メートル複合型作業艇も装備。戦場での銃撃戦も考慮し、両舷の銃架には 12.7mmM2 重機関銃を設置可能にし、夜間戦闘を想定した OAX2 赤外線暗視装置や環境部を内部2層構造にした防弾対策まで施されました。こうしてハヤブサ型はミサイル艇でありながら、その高い機動力を生かし不審船対策型ミサイル艇ともいえる日本特有のミサイル艇となったのです。そんなハヤブサ型ですが、就役から20年近いということで後継艦への切り替わり時期が迫っています。しかし2022年現在、後継のミサイル艇開発の話は聞こえてきません。理由はいろいろありますが、最も言われているのがミサイル艇が時代遅れという考えです。第二次大戦以降、長い間ミサイル迎撃手段が確立しなかったため、敵艦艇にミサイルを撃てば致命傷を与えることができると考えられてきました。しかしミサイル対策が進んだ今となっては、撃ったミサイルが撃ち落とされる、もしくは撹乱され命中しないという可能性も高くなり、こうなるとミサイル艇を得意の一撃離脱戦法にも懐疑的になってきました。さらに一般的な護衛艦もミサイル対策できる艦が増え、その上対艦、対空、対戦とマルチに対応できます。こうなると対艦攻撃のみ特化したミサイル艇の必要性は時代とともに薄れてきました。これがミサイル艇が時代遅れと言われるゆえんです。現在防衛省では3900トン級 FFM 護衛艦を配備する計画を進めています。 FFM というのは対艦、対潜、対空、掃海などあらゆる任務をマルチにこなす多機能護衛艦のことで、2022年4月に第1号艦最上が就役しました。ただハヤブサ型が配備されている基地は規模的にこの3900トン級を配備できない基地もあり、特に北海道の余市防備隊が顕著です。宗谷岬沖などロシア艦艇の出入りが激しい重要な航路を管轄する余市防備隊ですが、この基地はハヤブサ型2隻の熊鷹、若鷹のみ配備された
90名ほどの小さな基地です。200トン級2隻でギリギリの小規模な基地に前述の3900トン級を入港させるには無理があります。こういった地方の小規模基地や増加する監視任務に考慮し、防衛省ではさらに沿岸パトロールなど監視任務に特化した哨戒艦という新たな艦種も計画しており、現段階で案として公表されている内容では、基準排水量約1920トン、全長約95メートルと前述の FFM 最上型より小型化していますが、それでもはやぶさ型の排水量の約10倍はあります。兵装も30ミリ機関砲とヘリ発着甲板、気になる速力は20ノット以上となっており、サイズと性能から海上保安庁の飛騨型巡視船に近いとも言われています。戦闘能力はかなり落ちますが、警戒監視という任務の適用性から、この哨戒艦がはやぶさ型の後継になるのではと予想されています。時代遅れ、退役間近と言われるミサイル艇はやぶさ型ですが、その配置を見ると、中国軍の動向が活発な南シナ海を監視する佐世保基地、日本海など不審船を警戒する舞鶴基地、そしてロシアの玄関口を見張る与一防備隊と、日本の安全保障上はやぶさ型が重要なポジションにいるのは間違いなく、その能力の高さを見れば今後も重宝される艦艇であることは確かです。それを裏付けるように、退役間近とすでに叫ばれていた2020年にはロービジ塗装という、相手から艦番号など識別しづらくする実践的な塗装が施されたあたり、今後もまだ年単位で第一線で活躍すると見られています。将来的に戦闘能力が落ちる哨戒艦に置き換わるのか、それとも基地を拡張して FFM 護衛艦を配備するのか、はたまた別の案を模索するのか、はやぶさ型後継に関する正式な発表は未だありません。はやぶさ型独特のこの問題を防衛省はどう解決するのか、動向が注目されます。